どうも PDR さんです PDR さんは2006年に YouTube アカウントを開設して2008年に初めて顔を出して動画を投稿しました And I just、like、to say Happy New Year! And my New Year's resolution is to make videos, so stay tuned! あんなに痩せててイケメンだったのにどうしたんだよコストコのチョコマフィンがうますぎるんだよはぁ。PR さんは長年 YouTube やってきて、いろんな YouTuber が急に出てきたり、急に消えたりするのを見てきました。YouTube の年数だけで言ったら相棒はサッカーボールを庭に蹴り込んだ子供たちを怒鳴りつけるクソじじいの年齢だよな。おぉ<う>。ということで、本題に入る前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 登録者300万人以上の AAA 条件トイズはアンパンマンおもちゃ系クソ動画のパイオニア的存在一番再生された動画は1億1億 !?Link182 の What's My Age Again の PV より再生数が多いそんなすごいチャンネルがなぜ消えたのかと言いますと you wanna get,、huh? そうです葉っぱ所持で 逮捕されてししままいました何でも手に入ると最終的にたどり着くのが薬物っていうイメージがあるよね一応去年復活したかのように見えましたが8ヶ月前に諦めたみたいです YouTube もやんないで今頃何してんだろうねお金いっぱい稼いだからきっとアメリカに引っ越して好きなだけ葉っぱ吸ってんだよ <laughs> 覚えてる人少ないかもしれませんけど、千尋さんは昔結構人気のあったメイクチャンネルで登録者も10万人以上で、UUUM にも所属してましたが、2016年を最後に動画更新がストップ。そして、2019年にチャンネルを削除。何があったのこれはあくまで PDR さんの憶測なんですけど、うん、ちひさん当時は結構人気あったんですけど、その分アンチも結構いて、今のヒカキンみたいに結構 こう、うどででもいいことで炎上ししてたような気がしますねそっかそれでグッドウェルハンティングみたいに消えたわけか千尋さんも今頃トリプル a 条件トイズと仲良くアメリカで葉っぱ吸ってんだろうななぜそうなる <are> 56年前チョコレートスモーカーズはものすごい人気がありましたしかーし元メンバーのヨハンがチョコレートスモーカーズを脱退した理由がリーダーのジョン・レノが彼に を振るったことだとマホトの動画で暴露されてしまいました皮肉なもんだなぁマホトに銃を突きつけられてるんじゃないかっていう感じの雰囲気で 謝罪強制的に仲直りをさせられたんですけど昔は仲裁してくれるまほとくん優しいって思ってる人が大半だったと思うけど今見るとちょっと怖いねその後ジョン・レノが脱退した状態で続けたりジョン・レノが一人でやったりメンバーが戻ったりいなくなったりいろいろ繰り返しましたが昔の勢いを取り戻すことができなかったその通り そしししててて花火のように儚く散っっままいましたって言いたいところなんですけどどっちかっていうとベジータが9位を殺した時のフッ汚え花火だの方が近いような気がしますね,ねずっと思ってたんだけどさジョン・レノのキャラってしょうがそれ以上言うなはい何でもないですシュッ Where <are> they? 一応リストに載せたんですけどほとんど見たことないですね PDR さんからすると 突然現れて大人気になって突然消えたと思ったらまた突然戻ってきてまた突然消えた YouTuber がパオパオチャンネルです彼らもきっと AAA 条件トイスト千尋さんと一緒にアメリカかったから Where <are> they? グループの パイオニア的存在。一本の動画でパイオニアという言葉を2回使ったのは初めてかもしれません。10年前に中学生の時に始めてメンバーは何人もいたんですけど最終的にはこちらの4人に落ち着きました。4人で色々のぶっ飛んだ企画をやって人気を博します。しかし人気絶頂中の2019年にメンバーのエイジさんが不慮の事故で亡くなってしまいます。その後3人で再出発して何年か頑張るんですけど 今年活動休止を発表しましまたそして PDR さんはソラチーが藤田さんにちょっと似てることに気づきました Where <are> they? 知らない人たちのために説明しますと YouTubeNEXTUP は YouTube 様が主催してたもうやってないのかなクリエイターキャンプです懐かしいな相棒も参加してたよね NEXTUP に応募して選出された YouTuber はデジタルハリウッド大学に行ってクリエイターキャンプに参加して 一つ作品を作って最終日にみんなでそれを発表します。こちらが PDR さんの作品です。そして参加したクリエイターは YouTube 様から機材をもらうことができます。相棒、ぼ NEXTUP に参加してどうだった機材をもらえたのは今でもものすごく感謝してるんですけど、クリエイターキャンプは本当にクソ以下でしたね。で、話を戻しますと YouTubeNEXTUP2012 年に選出された YouTuber16 組中、 9組が数ヶ月もしくは数年チャンネルを更新してないです。その YouTuber たちは ?ABTV ネットワーク。いやー、懐かしい名前ですね。Studio 石。全く記憶に残ってないです。デコクッキー。多分一言も喋ってないと思います。野菜おじさん。はい。 野菜を拭くおじさんでした。K-Music Life メタリカが好きなおじさんでした。ヘタレビーボーイこのサメに食べられちゃったんじゃないかという噂が流れてます。Brrrlady Japan めっちゃいい人でした。アリケータ多分嫌われてます。<laughs> ミンミン動画塾 PDR さんが言うのもなんなんですけど非常に変わってる人でした。<laughs> マスクザーグーグルで全てを失ってしまった YouTube グループ知らない人たちのためにもうちょっと説明してよめんどくさいんでミノが作ったカリブラの歴史動画見てください相棒はいはい英語できますよアピールをしてるウェイウェイ系グループ YouTuber しかし YouTuber の PDR さんに 英語があままりできないことを証明されてしまう今でもこのチャンネルで一番再生されてる動画ですその後クソつまらない JJ コンビとミノミュージックに分かれて JJ コンビはなんかグダグダやって最終的には言い訳ばっかのなんか解散やめる動画がなんかよくわかんない動画出して,てたんですけどミノは今でも音楽についての面白い動画を作り続けております以上 <laughs> 最後はメグインだろいや、メグインは一回ショーツがちょっと伸びて味を占めてバカみたいにショーツを出してる。じゃあ、マックス村井村井さんもバカみたいにショーツを出してる。でも全然伸びてない。ちゃん吉まだひっそりとやってる。じゃあ誰それは。Where <are> they? えミーメイ氏は2019年を最後に YouTube 上から姿を消してしまいました。皆さん、 彼女がどうだったか知ってる方いましたらぜひ教えてくださいどこに行ったかわかんない皆さんはこのリストを見てどう思いましたかぜひ意見をお聞かせください。PDR さんもいつかこういうリストに乗るんだろうなぁ。楽しみ <laughs> ということで、前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。